ここは西江戸。北海道の左上、留萌管内8市町村をめぐる旅の始まりです。2016年、留萌振興局が制作した留萌広域周遊ルートガイドブック、西江戸心旅の中から、耳で聞き心で知るひとときをお楽しみください。豊かな自然に抱かれた北の大地に生きる命、生き物ルートをご紹介します。エゾシカやキタキツネなど道内でおなじみの顔ぶれはもちろん、サフォーク種の羊やエゾモモンガまで珍しい動物たちが見られる留萌エリア。素敵な出会いを求めて雄大な自然に目を凝らしてみれば。活発に草原をかけるのはエゾユキウサギ。ぴょこぴょこと耳を左右に揺らしながら跳ねる様子は楽しい光景です。草陰に隠れてこちらを伺うのはエゾタヌキ。ずんぐりとした体に黒い顔、愛嬌のある表情に笑みがこぼれます。木の上を軽やかに走り抜けるのはエゾリス。人と近い距離に生息しているので、木々の間、目を凝らせばそのつぶらな瞳と視線が合うかもしれません。車で走るとひょっこり現れるのはエゾシカやキタキツネ。北海道の動物代表といっても過言ではない彼らは、もちろん西エゾでも顔を見せてくれます。ただしエゾシカと追突すれば、車であろうとこちらが負けてしまうので注意が必要です。春先、カタクリの花に止まるのはエゾヒメギフチョウ。紫と黄色のまばゆく美しいコントラストが特徴です。秋の川でしぶきを上げるのはサケ。流れに逆らいダイナミックに遡上する姿に心が震えます。苫前町にはペアロードといわれる道があります。三毛別ヒグマ事件復元検知は、大正初期に起きたヒグマによる襲撃事件を現在に伝えます。今にもヒグマの息遣いが聞こえてくるようです。遠別町ではエゾモモンガと出会います。民家周辺の林を住処にしているので、もしかしたらその可愛らしい顔を見せてくれるかもしれません。ヤギシリ島には綿羊牧場があり、真っ黒な顔に白い体のサフォーク種が暮らしています。どことなくひょうきんな顔で草原を小走りする微笑ましい姿を見ていると時間を忘れてしまいます。生き物ルートでは、北海道に暮らす動物の代表格エゾシカやキタキツネはもちろん、エゾモモンガやサフォーク種の羊といったさまざまな生き物たちと出会えます。あなたも留萌で豊かな大地に抱かれて、そこで生きる命に触れませんか。西エゾをめぐる気ままな心旅はまだまだ続きます。留萌管内の観光情報は留萌観光連盟へ。電話番号 0164-42-3871 番です。ウェブサイト留萌クラブも合わせてご覧ください。